高品質、しかも安い。武士蔵。まあ、もともとご出身はやっぱ大分なんですね。そうですね。はい、大分先生出身地というのはどこなんでしょうか。はい、九州郡九重町。はい、というところでですね、今でしたらあの夢の大吊り橋というのがかかっているところですよね。大きいところですよね。もう本当に山の中ですけど、はい、あの剣道っていうのはないところなんでですね、はい、野球少年でした。うん、はい、そんな野球少年がこんなになってしまったのはですね、はい、剣道との出会いはどこだったんですか。あとですね、まああの町民体育大会というので、まあ、私の父親がですね、はい、その体育指導員っていうのをやってたんで、その中に剣道とか柔道とかその試合があったんですけど、それで無理やり出されたことはあります、はい、でも全然もうその程度で練習もしたこともなければ、もうじゃあつけさせられてそういうことですね。ただ単に、まあ、でもまあ高校からですね、はい、高校の時の先生が、まあ、剣道の先生で、はい、まあ、もっと詳しく言えば生徒指導の先生でしたけど、はい、ちょっとやんちゃ坊主だったんですね。それでですね、まあ、その先生のもとでちょっと、修行させていただいたらという、うん、まあ、親の勧めといいますか、まあ、無理やり親からさせられたというのが本当の話ですが。何高校、はい、大分県の森高校、はい、今三山高校と校名が変わってますが、はい、そこをじゃあ選んだのもちろんじゃあ剣道が目的でもなく。あ、全然ですね、はい、野球したかったんですけど、はい、野球をしたい一流の学校にうまく入れずに、うん、まあ、仕方なく自分は、まあ、地元の学校に行こうかと、はい、まあ、そこに、まあ、たまたまその先生がいらしたという、はあ、もうお亡くなりになられましたが、うん、国士舘大学の卒業された先生で、はい、まあ、その関係で大学まで、うん、そちらの方にと、はい、いうこと、先生のおかげでこういう世界を見せていただいてですね、うん、面白かったですね。あ、はい、先生はだからその時、まあ、はい、ちょっと高倉君元気が良すぎるということで剣道部にじゃ入れようという形ではあったんですかね。まあそういうことでしょうね、多分、はい、どんな指導を受けるんですか、そんなところで。ですね、一番最初に指導を受けた時に両手をしっかり伸ばして打てと、はい、両手をしっかり伸ばして打った時に竹刀が上に立ったままですね、はいはい、その時に先生が強く先生から怒られまして、言ってる通りにやってるのに、あ、なんで怒られるんだと。それからやっぱりその、まあ、反抗期の時期もあり、はい、誰がこの先生の言うことを聞くかいい話じゃなかったですね、聞いてみたら。そうですね、ですから、まあ、何としてもこの先生をやっつけるにはどうすればいいか。だから剣道でやっつけなきゃ、はい、勝ったことにならないので、はい、工夫はしましたね。それが今生きてるでしょうか。もうじゃあ一からその先生に教わった形ですね、剣道。そうなりますね、はい、まあ、基本の、まあ、多くを語る先生じゃなかったので、そうですね、まあ、一からって、まあ、その辺のところはですね、うん、はい、じゃあ当然高校の時はその試合がどうとか、はい、ああいうことはないですね。あのですね、一番最初に、まあ、私、まあ、他の学校の、生徒さんにその時私もう素直に質問したのが、はい、隣の高校の剣道部の人たちはなんか金チラシの音をつけてる、はいはいはい、それがその金色なんか銅に塗っていいのと質問したことがあります、うん、はいはい、それからですね、大分県大会に行った時に男子が白い稽古着を上下、はい、まあ、当時秋高校が強かった高校ですね、はい、が着てて、男子が白稽古着来ていいのと、その秋高校の生徒さんに1年生の私が質問をして睨まれた記憶がございますから、その程度でございます。それが試合の、まあ、戦績という戦績、もうだから高校の間は全然その もちろん大学も全く、はい、はい、そんな少年が国士舘大学に行くっていうのはもう、ね、そうですね、まあ、どういうところかも知らずに、うん、まあうちのその高校の先生が
ご出身だったので、うん、まあそちらに行かせていただこうということで、はい、はい、で就職家でしたので、はい、進学の方もあまり考えてなかったんですね、本当は。いやまあ、そこは何とかしていただいて、うん、まあ、進学をさせていただいたんですが、見る人見る人が国士舘の人たちすごい方々 でもちろん私そんなすごい方とも知らないで、うん、でもどなたと会ってもこうかっこいいんですよ。憧れましたね。面白かったですね。これがやっぱ剣道、私のめり込んだのは大学1年ですよね。すごかったですね。なんか見るもの見るものがこう見る先輩方のこうお姿が本当にかっこよくて、こうなりたいなと、はい、もう楽しかったです。あ、そうです、はい、見るのが楽しかったです。1年生の時ですね、はいはいはい。今度は、はい、でもしっかり国士舘大学での稽古となると先生大変ですし、そうですね、だってそういう状態で行ってる